おはようございます。10月11日水曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。昨日ね、風があったのもそうなんだ。これはよし、はい、こちら平らぎがありますね。っていうのは少ないですかね、やっぱ。はい、今日もでっかいボラが、まあまあ数も、はい、渡りガニも今日は少なめですね、はい、これ以外にも少しありますけどおはようございます。はい、こうでかいですね、これは。お、はい、はい、競り場ですが綺麗な状態でね、上がってきますんでね。はい、けど本数は少なめです。はい、ようやっと下の大きな太刀魚ですね。はい、明太アンコウいいですね、いろいろ。はい、平爪ガニ、おお、綺麗。サゴシですね。約12キロのやつなんですけど、これちょっとね、今日もタコがわずかにだけ、わずかに。あ、はい、こちらはアコウですね。こちらにはね、可愛いクエがいますね。この方は結構大きいですね。でかい。おはようございます。10月12日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあなんですが、ちょっと少なめかな。今日も出てますね。はい、バイブですね。すごい。はい、こっちも少しだけどね。おお、いいじゃん、いいじゃん。今日大きなのが少ないけ。カードカー2000、カードカー2000円、カードカー1000円、1900円、カードカー310万円、2000、カードカー2000円、カードカー2000、カードカー2000円、2000円、カードカー2000円、2000円、カードカー2000円、カードカー2000円、カードカー3号、カードカー3号4号、カードカー4000の件、カードカー4号の買いか負けた2号、カードカー2000の件、カードカー2号の買いか2号、カードカー2000の件、丸1000円、9番おはようございます。10月13日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。昨日と同じような感じなんですけどね。正代もまだね、ハモは取れてる。サワラも少しだけね、上がってきてます。上がってますね。でかいね。はい、競り場ですが、綺麗なね、もうこちら何本か並んでますが、今小むつがありますね。はい、筋子です。鳥取の方からね、ノドグロが入ってます。はい、ね、萩の方から天然ヒラメが
入ってきてます。うまい。上がってくるのはね、この小だこばこ、まあ、ゴチがいますね。綺麗ですね、これ。マズラ、溜め込んじゃったね。はい、今日はね、いいヒラメが。あ、900円ぐらいよ。じゃあ、ちょっと小さいかな。あの、アコーはいいですね。おはようございます。10月14日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。今日はね、昨日よりは美味しそうな感じが、ちょこちょこね、ヤズの姿が。ハモもね、これはすんごいサラですね。まあすでにも何枚かはかね。どうでしょう。はい、今日もね、マナがちょっとちょっとありますね。おお、これまもうね、少しメダカが、例が、はい、こちら色物の中にヘダイがおりますね。あ、でかいのがおりますね。すごいね。すごいですよね、まんまる。あよ、何のクオリティのええやつを、おお、まだ持ってきた。はい、こちらもね、釣りのサーラがまた並びましたね。もうね、涼しくなってきた。はい、油のりのりの、え、なんですかね、特大でしょうね。はい、結構集まってきますね。おお、おはようございます。10月16日月曜日です。本日の水揚げ状況は、あらら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 、ら、ハモですが、はい、小指も少しだけね。相変わらずタコも、これは釣りですね。けど、まあこれは小指の中味ですね。島根のゴマサバです。はい、タチウオですね。網だち、大きいって言ってもね、まあ知れてるんですけど、値段もね。はい、こちらがキツネガレ。これ、これは立派なメンタやな。綺麗な貝割りがありますね。貝割り。はい、こちらはほうほう、まだら、大きくなりましたね。はい、こちらには綺麗なレンコダイが。はい、こちらは鳥取の生き締めのアナゴ。はい、こちらキリアンコウありますけど、これはカグワキダイが。川飛車。はい、今日はね、久しぶりに内親指も入り、でかいからね。はい、釣りでね、上がってくるアコウはあんまり外れない。これ太太だ。レンジャー。300頭が。検査キソデイカも入ってます。ああ、すごいね。中ぐらいのアオリイカ。定置。ビロリーン。おはようございます。10月17日火曜日です。本日の水揚げ状況は、少なめですが、昨日よりは、今日は
ハモも少し上がってきてます。こちら保証がこれでかいですけどね、少しだけですね。時代そこまではないんですけどね。はい、鈴木もありますが、なかなか後ろ、あ、でも綺麗だねこいつは。カワハギちょこちょこ姿見るよ、ギマちゃん。いいかな。はい、ブッドエビですが、あの12キロの枠だから安いよ。あ、ちょっとはい、こちらベランスガレ、うん、はい、こちらは長崎のサバ。基本的には9キロぐらいなんですけどね。まあでもこれいいかもね。はい、これは立派なマゴチですけど、台湾ガザミのメスですね。昨日も少しあります。はい、小ダコが一つだけありますけど、あー、これでかいねこれ。あー、でも綺麗な、キロぐらい大きさなり上。おはようございます。10月18日水曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますかね。よく見かけますね。ここは出てないんでね。はい、でかっ。出るには出てるんです。電柱立てもね。はい、天然ヒラメ。ドラフグが、まあ、マゴチもね、数が少ないからね。すごいね、これは。よう取ってます。コギもね、スズキがよう並んでますね。超えてます。頑張る。まあこれもね、はい、ミヤコボーラ。こちらにもヒラメが出てきましたね、中ぐらいの。これはいいね、綺麗なし。はい、セリ始まりまーす。これは3000、はい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 22で投げ、はい23、はい3000、はい29、はい22、はい26、25、はい22、アドカ3000のフェンダーアドカ33、アドカ32、33、アビエンカードカ65、アドカ6000のフェンダー65、アドカ653、アドカ6、タコ1枚1000、アドカ1枚3000、アドカ1枚4000、アドカ1枚4000、1枚4000、アドカ1枚35、アドカ1枚35、アドカ3枚ビーガードカ53、アドカ63、アドカ65、アドカ6000、おはようございます。10月19日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。はい、またさらにね、昨日よりは多く水揚げ上がってるみたいですね。キスもね、今日は大きなサワラが、これ立派な、じんわり大きくなってますね。おはよう高橋君。昨日は潮が良かったけ、よけ取れたの。全然いなかったです。全然いなかった。まだ出てきてますね。まあ今のところそんなに数はないんですけど。ありますね。本来ね、重なったエマナが、こうなりのいいのがね、鮮度いいし、綺麗なエサですね。来ましたね。ですね。結構厚みがあります。おー、いいヒラメ来ましたね。
あ、いいサイズ。マゴチですけど、マゴチは今日は少ないですね。こちらちょっと珍しいですね。石が。綺麗だね。だってね、赤いもん。おはようございます。10月20日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。朝から、はい、競り場ですが、はい、今日も、はい、これはね、立派な黒ムツですね。はい、こちらは白サバ。あ、イブリちゃんね。この魚こういうの、でっかいね。最後やっぱぼちぼちありそうですね。はい、こちらにも車エビ少し出てきましたが、はい、先ほどの大きな、もうヒラメもね、じわじわと、あ、うー、でかい。アドカ2000、アドカ2000円回収、アドカ1000が1000、アドカ9万、今全青山さんと同じくらい取ったのよしさん、おはようございます。10月21日土曜日です。本日の水揚げ状況は、あー、少ないですね。あ、やっぱ昨日ね、風がありましたかねっていう感じなんですけど、何これ、 100g ね。皿もわずかですけどね、大きな穴がついて何もないです。はい、競り場ですがこんな感じですね。ゲソリ、ゲソリで、おはようございます。なかなか麺みたい。みんなこれどうやって食べるのかな。まだらね。大きい、今日はね、和牛。ひらめ、あ、いいね、こうやって電気がつくと、よくは赤ムツ入りました。はい、入荷してます。買いに来てください。おはようございます。10月23日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。はい、今週はね、なかなかいいスタートになって、でかいマナ、大きな赤エ。はい、ハモもね、それなりにはまだ少しは上がってきてるみたいですね。はい、競り場ですが、はい、チヌですね。はい、さあ、パッタ、まあ、ぼちぼちね、カニも当たってきてます。でかすごいね、これは。あ、これブリヒラですね。
7000ナノ回が2番、2番ナノ回が26の25、7000ナノ回が8000、8000ナノ回が9000、9000ナノ回が9000の8000、おはようございます。10月24日火曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。昨日もね割と出れてるみたいで、中ギスですね、中ギス、ハモもねまだ取れてはいますが、めちゃくちゃ太いですよ。あ、これなんか良さそうね。マナもねそんなにいんだ。いいね、よう超えてますね。はい、車エビはね少ない、だけどやっぱりこの背中に向かってね、この、はい、それ以外もやっぱタイは多いそうですね。はい、競り場ですが今ねまだどんどん出荷が続いておりそうですね。こっちこっちも白サバ、カワハギもそうなんですけど、今日もねタコは少しあるんですけど、ね、結構上がってますね。はい、今日はねこれはおでかいヒラ、みんな大好きカニコーナーこれは小切りかな。いい雨で乗りましたね。うわー、いい帰らそれね。おはようございます。10月25日水曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。まあやはり今日はね水曜日なんで、昨日休まれた漁師さんが多いようですね。ハモも、はい、今日はねサワラが、はい、ヤズ、はい、タコもね注文だけはね、はい、競り場ですが、あー絡んでますね。わずかですけど、今少ない。今スズキが少し並んでますね。今日は小切量も少ないんでね。あ、よう取れたね。次は2枚やった。今日は水曜日の中休みで、でっかいボラ1枚だけ。シャーク、いいサメまで、ああまた、あろかいじゃん、あろか一枚、あろか一万、あろか一万、一万どう、回覧会一万五千、あろか五千、五千三百八十万、あろか四千円が三百八十万、おはようございます。10月26日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。あったり、まあ、時期的にね量的には多くはなさそうですけどね、大きくはないんですけど、まあ、ピクピクなってますけど、はい、これは結構大きい。今日は件数が少ない。かわいいね。はい、今日は
と1個1キロのぐらいかな、来ちゃうんです。大きな石狩がいますね。さあ出てきましたね。見ようかな。天然ヒラマサ入っております。バレンも入りました。はい、今日はね、剣先も入ってます。はい、今日はね、萩の本ガツオすごい塩油ありますんで味が上がってます。やばいね。久しぶりに出てきたんですけど、まあこれでね、おそらく今季おはようございます。福田さんよ。福田さんよ。ああ待ってるよ。おはようございます。10月27日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。あ、気持ち大きくなってますよね。あんまり大きくはないですけど。はい、ということで。元に戻りました。おお、これいいね。はい、競り場ですが、これ数機がすごいね。こちらは生き締めの鯛ですね。こちらこれボラですね。大葉イワシ、うん、はいはい、トビウオ。おお、これはすごいね。長さ、綺麗だね。はい、こちらはね、釣りのサワラですね。小ぶりですけど、ああ、おりましたね。まだ少ないんですけどね。はいはい、マゴチもね。はい、またいましたね。特大ヒラ。はい、今ね、レンチョウねがおった。すんごいね、これでっか。これはすごい。この本ガツオ、はい、アオリイカですね。萩の場所、福岡人です。はい今ね、意外と5000、2番、2番、アドカ2000円、アドカ1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 000円、アドカ